いよー、デジ君式デジタル道。はい、どうも皆さん、こんデジ、デジタル知識ゼロのデジ君です。いつもこの道場に来ていただきありがとうございます。このチャンネルではデジタルに関する情報や商品レビューをお送りしています。もしよろしければグッドボタン、それからチャンネル登録、さらにはコメント欄で感想など書いていただけると嬉しいです。はい、今日やっていくのはこのデジ君の部屋の防音対策ですね。床の防音対策をやっていこうと思います。そのために用意したのがこちらのサンダムの遮音シート、それからこちらの不織布、それとタンスの弦のはめ込み式のフロアタイルを用意してみました。今日使うね、この3つの商品情報は概要欄にリンク貼っておりますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。はい、今日の作業の工程としては、まずですね、この不織布、これを床の保護のために全面に貼っていきます。その次にこの遮音シートですね、この遮音シートを上に乗せていきます。で、最後にこのフロアマットを敷き詰めていくという作業工程でやっていきたいと思いますので、今日はね、かなり長い作業になっていくと思いますけれども、ぜひね、最後までご覧いただけると嬉しいです。それと最初にお伝えしておきますが、私デジ君こういう作業したことないので完全に素人です。なので段取りが悪かったりして、だいぶイライラするシーンが多くなっちゃうと思いますので、そこだけね、前もってご了承いただければありがたいです。それでは作業の方やっていきましょう。もうすでにですね、デジ君の部屋、物を撤去した後になってまして、残りはですね、この大きなこのメインの机のみになっております。この机はね、もう出すことができないので、とりあえず台車に乗せてですね、こういうふうに、動かせるように、しておりますので、作業が終わったら寄せて、でこっちの作業が終わったら寄せてっていう、この繰り返しですね。その繰り返しを、これとこれとこのこれ3セットやっていくということなので、ちょっとね、今日かなり苦労するかなと思いますけれども、一生懸命やっていきたいと思います。はい、今回不織布、遮音シート、それからフロアタイル、この3つの工程があるんですけれども、一回ね、作業したものがずれちゃったりすると問題なので、固定用のマスキングテープ、これ100均で売ってるものなんですけど、こういったものを用意しておりますので、不織布をセッティングするときに、これでね、固定しながら進めていきたいと思います。はい、それじゃあね、まずこの不織布をあの角から貼っていきます。はい、この不織布はですね、業務用の不織布でして、整体とかマッサージ、そういったところの、ね、ベッドの上で、使う用のものです。ですので、ね、非常に、安く手に入るんですけれども、こういったものはですね、こういった切れ込みが入ってまして、簡単に、ね、切れるようになってますので、ハサミを入れたりする前に大雑把に、ね、大体のところでこういう風に切り取ることができるんで、結構、ね、作業の方が進めやすくておすすめです。はい、不織布をね、全面に敷き終わりました。かかった時間はね、だいたい2時間半ぐらいかかっております。いや、めちゃくちゃ苦労しましたけれども、次はですね、この遮音シート、敷き詰めていきたいと思います。
はい、3段目シャウンシートが貼り終わりました。作業時間はね、だいたい1時間30分ぐらいで貼ることができました。さっきの不織布よりかは生地感もね、パリッとしてしっかりしてますし、あと重量感があるんで、そこにね、一回決めたら、もうそこから動かないような形で進めていけるんで、あんまり気を使わずに、進められたかなと思います。その分ね、時短になったかなと思っております。あとはね、このシャウンシート裁断加工するときに折り目をね、バッチリつけることができますし、その目印を頼りにですね、もうハサミでスーッと裁断することができますんで、非常に簡単に加工することができました。そういう意味ではさっきの不織布よりかは、かなりね、段取りよく短い時間で作業が完了できたんじゃないかなと思います。はい、それでは本日のメインイベント、タンスの弦のフロアタイルを貼っていきたいと思います。はい、こんな感じでね、加工してると結構ね、角が割れちゃったりします。そうするとね、もうこのフロアタイル使わないようにならないんで、無駄になりますんで、かなりね、気を使って加工するようにしてください。はい、この板はですね、こっちで余った分なんですけど、それをさらに半分にしてみました。なんでかっていうと、この部屋の取り都合上、この余った分を向こうで再利用してると、本当にね、これぐらいしかずれていかないんですよ。そうすると継ぎ目がですね、すごいダサい継ぎ目になっていくんで、それを回避するために、今回はね、極端に裁断してみました。なんでこっち側はね、もう捨てることになるんですけど、もうね、いい継ぎ目を演出するためにはもう仕方ないですね。今度は、こっち、ちょっと短めのものを向こうで、採用するようにします。
はい、今ねそこまで言ったんですが、最後にね余った部分がこちらです。でこれを向こうに再利用する分なんですが、さっきね再利用した分、さっき余った分がこれぐらいだったかな、これぐらいなんですよ。であんまりね違いがないんで、今回はねこの余った分使わないようにします。なので、これは使わずに、全く新しいまっさらの板を、スタートから使うようにします。そうすることによって、ね、継ぎ目の、ランダム感を出すように、したいと思います。はい、段ボールから出した瞬間ね、この継ぎ目の角のところが割れてるやつがたまにあります。どうでしょうかね、30枚ぐらいに1枚ぐらいですかね、わかんないですけど、まだ全部出してないですけど、これをねこのまま使うとタイルがねここだけ浮いちゃったり、ボワボワしちゃったりする可能性があるんで、このタイルは使えないです。なのでタイルを買うときには、こういったロスが、多少出るということを見込んだ上で、少し多めにね、タイルを発注しておくのがいいんじゃないかなと思います。うわーこれ厄介だね。うわーこれどうする、やば。はい、もう終盤に差し掛かってきたんですけれども、このね針のねこの細かい作業ですね、これを今、1枚で仕上げようと思いまして、裏側このサイズに合わせて、こういう風にカットしようと思ったら、こういう風に思いもよらないところが割れてしまいました。うん、なのでこの細かい作業、こういう風にね L 字でカットしたりする作業は非常に難しいので、こういったねスペースが余った場合には、ここのねスペースだけ、ここのスペースだけのやつを1枚そして、ここを面を合わせてそこから普通に貼っていくと、ここからね切り分けた方が作業的には非常に楽になるんじゃないかなと思います。
ディジ君式デジタル堂。はい、ということでフロアタイルが敷き終わりました。いかがでしょうか。今ね、ビフォーアフター見ていただいてるかと思うんですけれども、もうね、このフロアタイルだけの作業時間としてはだいたい約6時間ぐらい、かかってしまいました。ということでね、第一段階の不織布を敷くだけで3時間、そしてその上の防音シートを敷くだけで2時間、さらにこのフロアシートを敷くだけで6時間ということでですね、トータル10時間以上も、もう作業してきましたけれども、もうね、ディジ君めちゃくちゃ疲れました。もう大変な作業です。特に大変だった点としては、もう一番最初の不織布、あれね、設置するときに結構歪んだりよれたりするんで、結構それ気を使いました。もしかしたらこういったね、マスキングテープまだいっぱい余ってたんで、こういったものを使ってもっとしっかり、設置した方が良かったんじゃないかなと思います。それから大変だったのがやはりフロアタイルですね。これね、加工するのが、結構大変。1枚や2枚じゃないですからね。今回ね、私デジ君が使ったフロアタイルの数としては12枚入りの箱3箱とあと4箱目の半分使いましたんで、トータル42枚、42枚使いました。もう42枚ですよ。もう42枚加工するのはもう本当に大変。もう手なんかね、水ぶくれとか豆で、いっぱいになっちゃいました。おそらくね、これ明日明後日破れたりして、痛い思いをするんでしょうけれども、もうめちゃくちゃ大変だった。デジ君のね、手なんかはどうでもいいんですけれども、どれぐらい大変だったかと伝えるとするならば、カッター1本ダメにしちゃいます。それぐらいカッターを酷使します。途中で刃こぼれ起こしたりですね、切れ味が悪くなってね、カッターを何回か折ってですね、切れ味良くしたりとかっていうのを、何回か繰り返しますんで、もう本当にね、カッター1本ダメになります。それぐらいカッター使いますんで、本当に大変な作業。ただね、カッター1本ダメにしますけど、使った工具としてはね、カッターとハサミ、それから下に敷くシートですね、傷つけないためにカッター結構使いますんでね、それは絶対必須。それから長めのサシね、結構加工で使います。あとはそんなもんじゃないかな。そんなもん。あとメジャーとかね、あとマスキングテープとかそういったものはいりますけれども、もうほとんどね、皆さんがお持ちのもので、なんとかね、作業はできるのはもうこれは間違いありません。なので結構ね、手軽、お気軽にできそうな感じもしますけれども、もうカッター1本ダメにするぐらい大変な作業だということはね、今お伝えしておきます。あとハンマーですね。このハンマーはね、タイルをね、こうはめ込んだ時にちょっとね、こうボコッと出っ張っているところをこう平べったくするために叩いていくわけなんですけれども、DJ 君はね、初めのうち1回2回使ってみましたけど、言うてうるさいわけですよ。もうめちゃくちゃうるさいので、正直近所迷惑です。もうあんなことね、36枚ですか、42枚、そんなんできないですよ。もうとてもじゃない。もう一日中トン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 やるわけですからね。もうこれは大迷惑ですので、デジ君はですね、かかとで、代用しちゃいました。こういうふうにね、かかとで、自分の体重で、しっかりね、平面を作っていく、デコボコをね、直していくことはできますんで、音が気になる方はぜひね、試してみてください。あとね、大変だった点といえば、デジ君のこの部屋、正方形とか長方形、正長方形とか、なんていうかちょっとわかんないけど、デジ君バカだから、そういうね、部屋じゃないんですよ。こういうふうにね、梁が、2段階にあったりとかしてるんで、結構ね、デコボコが多いんですよね。で、この細かいこの作業、これがね、非常に大変でした。で、今回やって思ったのが、こういうふうにね、L 字、ね、L 字の加工をするとき、これはですね、1枚のフロアタイルでここにはめ込もうとしないことです。どういうことかというと、こういったね、細かいところはまずこの面で切って1奥で1枚で、面で切ってここで1枚、つらつらに合わせてその後を平面で貼っていくっていうのが一番ね、効率よくスピードが上がるんじゃないかなと思いました。あとはね、大変だった点といえば、もう作業全体が大変だったなという印象しかないですね。あとは貼り方のコツとしては、タイルの長い方の辺、まずこの長い方の辺を面を合わせて、差し込みます。で、しっかり差し込んだ後パッと離して落とします。そうすると、
長い方の辺はねしっかりはまりますんで、ただし、それをやった場合に左側の、まあ、ディジ君の場合は左側だったんですけどね、奥から貼っていったん で左側の短い辺ありますよね、短い辺そっちの方ははまってないんですよ、うん、面はしっかり合ってるんだけども、パチッと、はまってない、ちょっと浮いてる状態なんで、その浮いてるところをかかとでしっかりはめ込んでいく、ね、しっかり、圧力をかけていくとパチパチパチっとはまったような音がしていきますんで、そうすることによってねしっかり設置ができるようになります。これは結構ポイントで、長い方の辺も差し込まなきゃいけないのに左側の辺も差し込まなきゃいけない、そういう構造なんですよ。そうするとどっちを差し込めばいいの、こっちを差し込んだらこっちは差し込まれないで、こっちを差し込めばこっちが差し込めない、もうそういうね疑問があるわけですよ。なので、デジ君がね掴んだコツとしては、さっき言ったようなコツがありますんで、このコツを掴んだとはね、結構ね作業がはかどるようになりましたんで、ぜひね皆さんもやってみてください。あと注意点なんですが、このね一番最後の余った部分カットすると思うんですけど、カットするときにこのカッターの刃がだいぶへたれてきます。最初の方はね切れ味よくきっちり切れてたんですけど、もうね5枚目6枚目7枚目なってくると、だいぶ切れ味が悪くなってきますんで、切れ味悪くなってきたなと思ったら必ず折って新たに、切れ味よく工夫してみてください。で切れ味悪くなった時にどうなるかというと、こっちの方にね、最初は3回ぐらいで良かったのが、もう5回も6回も切り込み入れないと折りづらくなりますし、あとは5回も6回も7回もやった上に、このね一番上のこのフィルム貼ってるところ、ここがですね綺麗に切れない、このね裏の石膏のところは折ってしまえば綺麗に切断できるんですけど、このね上に貼ってあるこのカラーのフィルム貼ってあるこのビニールのところは折ったりはできないんですよね。なのでここはね綺麗にカットしてあげる必要があります。で綺麗にカットできないとこんな感じでね上のビニールのところが剥がれたような、無理やりカットしたような感じになりますんで、必ずねカッターは切れのいいものを用意した方がいいと思います。さらに補足ですが、ロックが甘い安いカッターを使ってしまうと、ご覧のようにタイルに刃が引っかかってしまって刃の長さが勝手に伸びたりします。これが非常にやりにくい印象でしたので、できればいいカッターを使って作業することをお勧めします。そしてタイルを切断するときのコツですが、裏側にカッターで何度か切れ込みを入れた後、タイルは折り曲げることができるんですが、表面の柄が入っているフィルムは切断することができていませんので、ご覧のように片側を地面に立てて角度をつけた上でカッターで切れ込みを入れてください。この時に注意していただきたいのが、切断できた後のタイルが地面に叩きつけられて割れてしまう可能性があります。それを防止するために片側の手で、動画ではね左手になってるんですが、両方のタイルを押さえながら作業することをお勧めします。そうすることによってタイルの落下を防ぐことができます。そして作業の仕方で一つ反省点があります。このようなタイルは気温によって伸縮する可能性がありますので、壁際にはこのように5ミリ程度の余裕を持たせる必要があるんですが、今回は私デジ君の感覚で隙間を開けていきましたので、このように仕上がりがバラバラで見栄えが悪くなってしまいました。まあ、これはね壁際の隅の方なので、日常的に目に入ってきたりすることがないので気になることはほとんどないんですが、できればこのような段ボール片などを使って隙間を一定に仕上げた方が見栄えも綺麗になりますし、後々気分が良かったのかなと思いました。あと皆さんにお伝えしておかなきゃいけないことは、タイルにロスが出るということですね。うん、今ねディジ君の足元に、ロスしたタイルの残骸があるんですけれども、大体ですね4枚から5枚ぐらいのロスが出たんじゃないでしょうか。まあ、これはですね梱包を開けた時に最初から割れてるものもたまにありますし、あとは自分で加工してる時に思いもよらないところが割れちゃったりとかですね、特にですね端っこの薄い部分、このタイルはですねはめ込み式ということもあって、端っこの方がね薄く作られてるんですよね。このね薄いところがちょっとね角当たったりとかですね、ギュッと力加えるとパリッと割れちゃったりすることが多いので、まあ、これはね結構気を使いながら加工しなきゃいけないんですけれども、まあね結構ねカッターでシュッと切った後に、地面にバーンと倒れたりするんですよね。そういった時にね、打ちどころが悪ければもう端っこが欠けちゃうということはね非常に多くあったのかなと思いますんで、
で、ぜひね、皆さんもその点注意してね、作業を進めていただきたいなと思いますし、どうしてもね、4、5枚はロスが出るということをね、頭の中に入れておいていただければ嬉しいなと思います。それでは一番大事な使用感をお伝えしていきましょう。まずは見た目ですね。今回はタンスの弦のフロアタイルの中でヴィンテージブラウンというカラーを選んでみたんですが、イメージ通りの雰囲気で大満足です。色とか素材感は実際そのものを見ないと判断できないんですが、今回のこのヴィンテージブラウンは想像を超える雰囲気があって非常に大満足です。このタイルよく見てみるとちょうどいい感じのマットな光沢感があって、表面が少し立体的になっていて、木の節というかね、木を切り出した時にできるこのデコボコ感みたいなのが表現されてて、かなりリアル感があるんじゃないかなと思います。そしてやはりこのプリントの質ですね。木のリアル感がしっかり出てて非常にいいと思います。このヴィンテージウッドの木の割れまで表現されてる、もう非常に雰囲気あっていいですね。今回選んだタンスの弦のフラタイルはこのヴィンテージブラウン以外にも他のカラーも選べます。どの色も結構リアルで可愛い色が揃ってるので、最後まで悩みましたが、ディジ君の部屋のテーマがスタジオですので、スタジオっぽい色を選んでみました。なかなかね、こういったダークなトーンを床に使うというのは勇気がいるんですが、私ディジ君が個人的に好きな白と黒、モノトーンとの相性がすごくいいんですよ。なので今回はこの色を最終的にチョイスしてみました。今ご覧の皆さんの中にフロアタイルの色で悩んでる方がいらっしゃいましたら、まずはね、部屋のテーマを一つ決めて、そのテーマからブレないようにカラーをチョイスしていくと、これが失敗しない方法になるんじゃないかなと思います。そして素材感で大事なのが強度の部分。今回これをチョイスする上で心配だったのがデスクチェアとの相性ですね。例えば私デジ君はデスクチェアに毎日座りますので、そのローラーでタイルが剥がれたりデコボコになったり傷がついたりすると嫌ですよね。でもこのタイルはその心配がほとんどいりません。普通に使う分には全く問題がありませんし、元のフローリングよりか強度が高いんじゃないかなと思います。その上キャスターの滑り具合も非常に良くて満足しています。ただ私デジ君は感じたことがありませんが、タイルが浮いちゃったりしている部分があると、こういったデスクチェアのローラーがそこに引っかかってスムーズに出し入れができないということがあるみたいなので、タイルが浮かないように設置すること、それからタイルを張った方向と椅子を出し入れする方向の相性があると思いますので、その相性を考えた上でタイルを張る方向を決めたり部屋のレイアウトを決める必要があるかと思います。そしてこれもまた大事な防音効果、これに関してはね、デシベル調べたり比較検証したりすることはできないんですが、感覚的には防音効果はしっかり出てるんじゃないかなと思います。なぜなら以前は下の階から人の気配がしたりしてたんですが、これを貼った後は全くその気配を感じることがありません。これはおそらく逆もそうで、私デジ君の気配は下の人には伝わりにくくなってるんじゃないかなと思います。ただ一つ気になる点があります。それはタイルが浮いてしまう部分があるということ。特に浮いてしまうと感じるのはタイルの長い方の辺ではなくて短い方の継ぎ目の部分です。もちろん全部の箇所で浮いてるわけではないので、それほど大きな問題ではないんですが、このように歩くたびに継ぎ目がはまりますので、パチパチ音が出ます。これが私デジ君としては唯一気になる点になります。これなんで決まった箇所だけ浮いちゃうのかなと考えた時に、おそらく下地を張った時によれたりずれたりしてて段差ができてる可能性、それから家具を設置する場所が影響している可能性、そして一番濃厚なのがこのように継ぎ目がずれていないということ。これどういうことかというと、タイルの継ぎ目が横一線に2枚揃ってしまってるんですね。これによって継ぎ目の噛み合わせに安定感が出てない可能性があります。ですからこのフロアタイルを貼る場合には、継ぎ目を横一線に揃えないように必ずランダムに継ぎ目を配置する方が安定感が出るんじゃないかなと思います。そして先ほどもお伝えしたように、タイルの長い方の辺ではなくて短い方のジョイント部分で段差は起こりやすいので、この特性を前もって知っておく必要もあるかと思います。ただし何度も言うようですが、そのズレは全ての箇所であるわけではないですし、そのズレが一部であるからといって生活に支障をきたしているわけではないので、個人的には許容範囲かなと思います。
そういうことを全部踏まえて、このタンスの弦のフロアタイルがおすすめかどうか、これはですね結構難しいところで、このフロアタイルはね結構質感も良くて色感も結構リアルなんですよ。まあこの点はね非常にねジジ君貼ってみて良かったなと思うんですけれども、まずねあの12枚入りの箱がめちゃくちゃ重たいんですよ。ディジ君はねまあ普通に持てますけれども、もう運送会社のお兄さんがですね、いやめちゃくちゃ重いですよ、気をつけてくださいねって言われるぐらい重いので、まあね女性一人の方で作業するのはまあなかなか無理があるのかなという印象はあります。あとはね加工がねカッター一本でできるとはいえ、その連続作業になりますんで、まあ、結構体力勝負になりますし、カッターの使い方が上手い方じゃないと、まあ、なかなか厳しい作業だったんじゃないかなと思いますんで、まあ、これをねすごくおすすめしたい気持ちはあるんですけど、まあ、正直ね、おすすめできない方も、出てくるのかなという気はします。あとはですね部屋の形にもよりますよね。長方形とか正方形、もう直線的な部屋であれば、結構ねこのハードタイプのフラタイル使ってもいいんじゃないかなと思いますけれども、こういうね張りが多いとか結構いびつな部屋だったり、あとポールがありますよとかね、いろいろ障害物がある場合にはもうねソフトタイプのフラタイルを使った方がもう断然いいんじゃないかなと思いました。ディジ君式デジタル堂、はい、ということで今回はディジ君の部屋の防音対策やってまいりましたけれども、いかがでしたでしょうか。今回ご紹介した商品が気になる方は概要欄でリンク貼っております。ぜひねそちらの方からチェックしてみてください。この動画をきっかけに皆様のデジタルライフがより豊かになってくれることを心から願っております。このチャンネルではデジタルに関する情報や商品レビューをお送りしています。もしよろしければグッドボタン、それからチャンネル登録、さらにはコメント欄で感想など書いていただけると嬉しいです。それから Twitter、Instagram、サブチャンネルもやっています。概要欄のリンクからぜひフォローお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイデジー。あー腰痛。あー。もう無理。